ここんにちは、ゆこマクマンです。今日はアメリカで不動産を購入する場合現地の不動産エージェントを通して不動産を購入した場合の購入する時の経費に関してお話をしたいと思います。いろいろろと、まあ、あの不動産 をまあ、提供されれたた場場合合こんな物件がありますよって言われた場合にもちろん経費っていうのはすごい気になるところだと思うんですね。なので、まあ、それを何が自分,自分がまず買う前にどういった経費がバイヤーとして必要なのかっていうことを、えー、しっかりと頭に入れておくっていうのがですね結構やっぱり大切なことになると思うんです。っていうのがやはり購入金額にさらにプラスアルファとして持ってこないといけないお金がいくらあるのかっていうのは、えー、非常に知りたいところでもあると思うんですよね。なのででアメリカでは どういった形でそれがバイヤーさんにチャージされているのかということを私の実際に購入した例も合わせて皆さんとクロージングステートメントをシェアしていきたいなというふうに思っていますので実際のナンバーを実際に見て学んでいただくという感じになっておりますのでまずはですね、まあ、バイヤーとセラーもちろん2通りあるんですけどもそのバイヤーとセラーではそれぞれどういう経費があるのかこれ全然違いますのでまずはそちらを見てください。 でではですねバイヤー、セラー、それぞれの経費の目安っていうのはどういうふうになっているのかなというところで先ほどもお話ししたようにですねセラーの方ではまずはコミッションを両方に払うということでここでコミッションというのが自分の販売価格の6%っていうのがそれぞれのエージェントにコミッションとしていきますでバイヤーの方はですねコミッション手数料っていうものはほとんどの場合はありませんこれゼロっていう感じ 感じですよねそれから、えー、タイトルインシュアランスと言われている、えー、名義がきちんとした正しいセラーの名前であるということそれから、えー、変な何、えー、て言うんでしょう借金みたいなのが、えー、家についてないよということで、えー、そちらのタイトルがきちんとしてるということを保険をかけて、えー、バイヤーに渡してあげます。 でですので、まあ、これは物件の金額によって変わってきますけれどもだい、まあ、大体まあ一軒家で買うとして、まあ、コンドミニアム普通の一軒家でするとだい、まあ、大体そうです、ね、1000, 1000ドルから2000ドルの間ぐらい。 というう感じでしょうかでこれは、やはりバイヤーに買ってあげる。これはですね、収入によって異なるんですよね。このタイトルインシャランスって、ハワイだと60%、40%とかで分けるんですけど、まあ、カリフォルニアに関しては、これはセラーのコストというふうにして知られています。もちろんですね、あの買うときに、ここも交渉することはできますけれども、ほとんど例外なパターンがない限りは、タイトルインシャランスというのは、セラーが払います。そして、バイヤーの方でかかる費用っていうのは、インスペクションフィーですよね。 これは、えー、普通のインスペクションというのは、まあ、スクエアフットによって変わってきますけれども、これはこの家の状態を知るためにバイヤーが、えー、支払うお金ですので、えー、例えば、まあ、スクエアフットによって変わってくるというふうに言いましたけれども、まあ、だいたい、えー、250ドルから、まあ、450ドルぐらいの間。 という感じですね。というのがインスペクションとなります。で、これを見てもうすごく高すぎるな。やっぱりやめた。こんだけ調子が悪いんだなと思った場合は、これのこのお金はもう返ってきません。 まあただ、これだけかけて、例えば本当に高い50万ドルとかの物件を知らないでて買わ,ず買わなくてよかったというような解釈になりますけど、これに関してはありません。そして、インスペクションももっといろいろあって、ですね例えば下水道だけのインスペクションとしてその中にカメラを売れるとか、地盤が動いているようなので、地盤の専門のインスペクターを呼ぶとかになると、またこれにプラスされてきますので、 あのかける人はですね結構やっぱり1000ドル、2000ドルってかける方もいらっしゃるんですけれどもそれは物件の状態を見て判断するというような形になります、えー、それからエスクローフィーっていうのがありましてこれは大体カリフォルニアの場合はですね、えー、バイヤーとセラーで5050、えー、50分けるっていうのが、えー、通常のやり方になりますねでこれは大体目安としてはですね、えーえー、販売の、えー その物件の購入価格の約1%ぐらいと思っていればいいんではないかなというふうに思います。バイヤーの場合はもしかしたらローンとかを取ってるかもしれないのでそうなるとローンコストっていうのもかかってきますからだいたい1%。それからセラーはですねだいたいセラーのコストになるのはターマイトシロアリですね。のの駆除っていうのは セラーのコストになりましてこれはその状態によって変わってきます。ですので大掛かりに修繕しないといけないとなるとやっぱり3000ドル4000ドルってかかる場合もありますしちっちゃくトリートするだけだったら何百ドルで済むっいうこともありますけれどもこれは TBD という感じで To be determined ですねその状態によって変わってきますけどこれもセラーのコストになります。そしてそれぞれバイヤーさんとセラーの中では プロパティタックスですね、固定資産税っていうやつを払いますけれども、これは日割りで、その時点の売れた日にちで、所有してるまではセラー、その後はバイヤーっていう形で、プロパティタックスがここで加算されてきます。ということでですね、まあ、セラーの方がなんとなく経費が、その他にもちょっとポロポロとパターンによって、場合によって、 セランの方が何だか出費が高いんではないかなというふうに思うんですけども、まあ、この理由がですねアメリカっていうのはもともと物件価格が上がるということが前提でいろいろなことができてますので結局はその買った時よりも通常は価格も上がっているし えー、含み利益が出ているということで、えー、その含み利益から全てを、まあ、出すということで、まあ、負担が低,低いというか、えー、ポケットから、えー、ポケットマニーから出さなくていいということで、ほとんどの経費がセラーに偏っているというふうな解釈でいいと思います。ですので、まあ、買うときに例えば、 コミッション3%くださいって言われたりとかした場合は、ちょっとそこは確認する必要があるんではないかなというふうに思います。えー、あの、アメリカの不動産エージェントを通している場合は、えー、バイヤーのコミッションというのはことになりませんけれども、えー、日本の業者さんなどを通している場合は、えー、日本のやり方でそこが取られているということもありますので、何に対して取られているのかということを、えー、一応確認して進んでいくのがいいんではないかなというふうに思います。えー、それからあとバイヤーさんはですね、あの、 プロパティを買うときに、その物件の保険ですね、火災保険を買わないといけませんので、えー、ここで言われているプロパティタックスというものも、えー、あごめんなさい、プロパティインシュアランスですね、これも、えー、この エスクローで払ってほしいと言われることもありますし、融資を取る場合は、特に銀行さんが必ずインシュアランスがあるものに対してじゃないと、融資を出さないということもありますので、インシュアランスはここのエスクローに払い込んで、そこからインシュアランス会社に払ってもらうという形になると思いますので、まあ、経費として見ておかないといけないのは、大体こんなものでしょうか。まあ、物件によっても多少の前後はありますし、異なりますけれども、こういったことを、まああの 基本的な知識として頭に入っていればいいんではないかなと思います。はい、えー、ちょっとここで補足があるんですけれども、えー、アメリカではですね、仏教を購入する際に、えー、セールスタックスは含まれません。消費税は入りません。 物件買える時の消費税私もいろいろなお客様を今まで見てきてこう提供された中であの消費税っていうのがアメリカの不動産に入っていた場合もあったんですよね消費税って結構高いですよアメリカのやっぱりロサンゼルスでも 8%9% っていきますからそれが不動産を購入する時の価格に対してだったらものすごい金額になるんですよ。なので万が一 消費税っていうのが、えー、含まれていた場合そのアメリカの不動産を買うのに消費税が含まれていた場合はもうかなりレッドフラッグと思ってくださいあのこの消費税っていうのはアメリカの IRS は一切取っておりませんし一体どこに行くんでしょうかっていうのが、えー、私の素朴な疑問になりますので、えー、今まで消費税が入っていたっていう方もいらっしゃいますのでちょっとこれはあの気をつけて見ておいてほしいなと思います、えー、それから、えーま、だその先,先ほどの説明の中でエスクローは約購入確保 1%, 1っていう話をししてましたけど、まあ、私たちエスクローフィーエスクローコストって言われているものは全部のクロージングのコストを指すこともあってちょっと分かりにくかったと思うんですけれどもあれはエスクローだけではなくってクロージングコストですね全ての経費に関してだいたい1%ちょっと 1%1% 上がる場合もあれば下がる場合もあるっていうような感じで約1%と思っていて、まあ、そこに前後何かするかなっていうところで予想はつくと思いますので。 エスクローフィーっていうのはエスクローのオフィサーに行くエスクローフィーなのでそれはあの物件の金額で前もって知りたかったらその分だけは知ることができますけれどもあとはいろんな経費さっきほどのプロパティタックスのアジャストメントだったりとか日割り計算だったりとかありますのでクロージングの日にちが変わってくるとそのナンバーも変わったりしますからそこはやはりクローズしてみないとわからないっていうところになりますけれども大体 あんな感じのコストでクロージングしていますのでバイヤーの方、これから物件を買いたいなと思っている方はこちらのコストを参考にしてみるとわかりやすいんではないかなというふうに思いますこういった形でクロージングステートメントというような えーとステートメントがエスクロから、えー、発行されますでこれの中を見ていくと、えー、先ほど話した経費のバイヤーが本当にいくらぐらいの経費がかかってるんだろうかというのが実際の例でわかると思うんですけれども、えー、これは私が実際に、えー、購入した物件を例に、えー、皆さんとシェアしたいと思います、えー、こちらですねトータルコンシテレーションというのはこれは、えー、物件の購入価格ですね47万ドルで買いましたということでバイヤーさんの経費っていうのは出費ですね こちらの欄に載ってきます。こちらのデビットという欄に載ってきまして、えクレジット、例えばセラーの方からクレジットをもらったりとか、 まあそういった形で出てきたものっていうのは、この右側の欄に載ってきます。で、えー、もちろんこの場合はですね、現金で購入してますけれども、まあ、融資で購入しようと、えー、そのエスクローにその購入するためのお金が入ってくるものも一応クレジットとして、えー、この47万ドルと相殺する形で、ここに載ってくることになります。えー、これを私は3回に分けてま支払いをしてるんですけれども、えー、これを まあ足して足し算して見てみるとですね、3000ドルぐらいこの購入金額より高いというのがわかると思うんですが、えー、これはですね、まあ経費が経費がその分かかるかなと思って余分に先にエスクローの方にお金を入れておいたんですね。で、これ多めに入れたとしたら、後でその分は戻ってきますので、これは心配することはありません。で、まず経費を見てみたいんですけれども、必ず入ってくるのはこのプロパティタックス固定資産税っていうやつなんですけれども、これがカリフォルニア州の場合は、まあほとんどの州もそうな なのでこれは1回目の締め切りっていうのはカリフォルニアでは7月の1日っていうのが1回の締めになってましたので私がこれを購入したのが6月の28日にクローズしましたからその先は私のプロパティタックス私が払う。 ことになっていましたのでここでもう先払いをするという感じで、えー、プロレーションといって日割り計算で、えー、私の分というのを、えー、算出してくれます。で、ここ27ドルの,ものすごい安いなっていう感じがあると思うんですけど、えー、この金額のベースになっているのは、 この物件をの前のオーナーさんが購入した時の金額がベースになってますのでこの場合はかなりもう所有されていたのが何十年も所有されていたので購入された時はめちゃめちゃ低い金額で買っているのでそれがベースのプロパティタックスなので残念ながらこれは私の今後のプロパティタックスではないんですね。でこここののののの時点でででオーナーナがが変わったので私はこの購入金額を基本ににプロパテティィタックスが計算し直されますのでこの後にカウンティからアジャスト コメントと言ってあのこのこの差額に対してのプロパティタックスの請求がきますただエスクローではそれを来ないのでえ一応これは必ず乗ってくるアイテムですねそれからこのタイトルチャージというものは、えー、タイトルインシュアランスというものが、えー、もらえますので、えー、そのまあ、タイトルインシュアランスまあ、たあタイトルに関して、えー、その レコードを、えー、登記したお金だったりとか、まあ、いろいろと調べてくれたりとか、えー、することがタイトルの方で仕事があってその分のサービスチャージっていうのがここに入ってきます。まあビビたるもんなんですけれども、えー、31ドル10ドル14ドルということで、まあ、これはレコーディングフィーとか、まあ、そういったミスあメッセンジャーフィーとかなので えこれはアジャストトメント、えー、もしもこのメッセンジャーっていうのを使わなかった場合はこの10ドルが後で戻ってくるっていうことになりますけれども、まあ、ここではいろいろなそういった諸経費、えー、書類の行き換えとかですよねそういったことが入ってきます。で、えー、とこのバインダーフィーっていうのはねこれは普通の方は支払わなくていい経費なんですけれども、まあ、これはまあ私の方でこの物件は買って直してすぐに売るっていうつもりで買っていたので、えー、このタイトル タイトルのインシュアランスっていうのを、まあ、セラーの方が先ほどの,、えー、あのチャートでもお分かりいただいたようにセラーがバイヤーにタイトルインシュアランスを購入してあげるってお話をしましたけどそのタイトルインシュアランスいただいたタイトルインシュアランスをさらに次のバイヤーさんにもエンドースしてあげるっていうことが私の目的なのでそれを あの、私がまた新たに買わなくてもいいように、ここで、そのエンドースメントができるという費用を払っています。ただ、これはもう私がその物件をフリップするからこういうやり方になっただけで、皆さんのように買って所有する場合は、この分は、えー、払う必要はありません、えー。それから今度はエスクローチャージと言いまして、まあこれはワイヤーフィーですよね。お金を、えー 私のところに送ってくれたりですとか、えー、受け取ったりですとかっていうことをされてますので、まあ、その諸経費、ビ、ま、ビ、あ、たるもんですね。で、このエスクローフィーっていうのはそのエスクローオフィサーに行くもので、えー、これは、えー、契約の中で通常は、えー、50%ずつセラーとバイヤーで支払うということになってましたから、えー、この1190ドルというのは、えー、バイヤーである、えー、こちらの経費になりますよね。なので、えー、こちらのエスクローフィーっていうのは、 えー、合計でこれの倍になりますので2380ドルというのがエスクローフィーだったんですけどそれをセレアとバイヤーでここで分けていますということでこのエスクローフィーだけを考えると、まあ、2380割る、えー、購入金額の20 47万ドルで、えーまあ、それでだいたい0.5%、えー、購入価格の0.5%ぐらいですけどそれがさらに50%ずつになるので、まあ、エスクローフィーっていうのはこういう感じになりますで、えー、こちらも、まあ、皆さんが払う処刑費 には出てこないと思うんですけど、まあ、補足ですすけけどど補足れも、まあ、私がこの物件を買うときに、この物件を探してきてくれたのは、まあ、エージェントさんではなくって、まあ、あの私の方ではたくさんの方々にそういうのを見てもらって、こんなのがあるよっていう情報を持ってきてもらっているので、そういった情報を持ってきてもらった方に、私はサービスとしてこのお金を払っています。なので、こちらは皆さんは払う必要はないということになります。ということで、私は3000いくら、 お金を経費として払いましたけれども、まあ、300ドルぐらいはちょっと多く払ってたのかな。これが後でチェックで戻ってくるっていう形になりますので、ここを見てもわかるように、バイヤーの経費っていうのは本当にミニマムなんですね。ですので、えー、もしも物件を購入するときにこれ以上の経費がたくさん加算されていたとしたら、ちょっとクエスチョン。 といいいいうふうにに、えー、持っていけるんではないかなかうう思いますまあでもこの段階でクエスチョンがあってももうこれでほとんどもう購入してしまうっていうことになるのであの、まあ、そこからの交渉というのは非常に難しいと思うんですけれども大体いいクロージングコストアメリカで不動産エージェントを通したクロージングコストというのはこういった形になっています。ということで、えー、この情報が今日も役に立ったということは是非「いいね」を押していただいて サブブスクししていいただけると嬉しいです、えー、またインスタグラムの方は、えー、日本語になっていますので、えー、インスタグラムの方もチェックしていただけると嬉しいなというふうに思いますので、えー、今日は、えー、バイヤーさんの経費についてなったんですけれどもまたこういう感じの似たような動画が欲しい、えー、こういうことが知りたいということがあればぜひ、えー、メッセージしていただければ、えー、お答えしたいなというふうに思いますので、えー、また次の動画まで。